ルークスは日産自動車で販売されている系トールワゴンである。初代は鈴木から2代目では三菱自動車工業がそれぞれ生産している。2009年10月8日に第41回東京モーターショーにおける日産自動車の出展概要の発表と同時に発表。同年12月1日より販売を開始した。グレード名であるハイウェイスターの名称は エルグランドやセレナなど、これまで3列シートの日産製ミニバンに用意されていたグレード名であり、このモデルは2列シート系ミニバンとして、日産のミニバンラインアップの再開と、軽自動車ラインアップの最上位を兼ねるモデルとしている。なお、社名のルークスは、英語のルームとマックスを掛け合わせた造語で、ゆとりある室内空間を表現している。2014年2月に、 後継車種としてデーズ・ルークスが発表され、デーズのシリーズ車種に移行されていたが、2020年2月に通算2度目となるフルモデルチェンジで、初代モデルの社名だったルークスへ、約6年ぶりに回帰となった。日産への供給開始直前の2009年9月17日には、パレットが一部改良を受け、日産とジアとこの共同開発となる新型副変速機構付け CVT が、 新たに搭載された。そして、日産向けのルークスには、この CVT が、初めて採用された。なお、パレットには、用意されていた4速 AT 車は、ルークスでは用意されない。エンジンは、全車直列3気筒の K6A 型を搭載するが、ハイウェイスターターボには、同じエンジンのインタークーラーターボ仕様が搭載される。G ベース車同様に前後バンパーや、フロントグリル、 テールランプなどが別衣装の2種類のエクステリアデザインが用意され、パレット SW に相当するグレードは、ハイウェイスター、ハイウェイスターアイドリングストップ、ハイウェイスターターボとして、パレットに相当するグレードは、E、X アイドリングストップ、X として販売される。ただし、パレット X、T に相当するグレードは、ルークスでは設定されていない。装備内容はグレードにより異なり、 E は13インチフルホイールカバー、XK は14インチフルホイールカバー、ハイウェイスター系は14インチアルミホイールがそれぞれ装着される。全車に後席両側スライドドアが装備されるが、XK とハイウェイスターは助手席側のみパワースライドドア、ハイウェイスターターボは両側パワースライドドアとなる。なお、パレットの一部グレードでオプション設定されている。 バックモニター付け CD プレイヤーは、ルークスでは、設定がない。また、ルークス独自のグレードとして、オーテックジャパンから、ハイウェイスター系グレードをベースにした特別使用車、アーバンセレクションが発売された。専用後期、モール、ガンメタリック塗装の専用フロントバンパーグリル、ホワイトリングイル見つけ専用フォグランプを装備して、専用の外装としたほか、 HDD ナビゲーションシステムを標準装備した。2009年10月8日、第41回東京モーターショーへの出展概要とともに発表。2009年12月1日販売開始。鈴木からの OEM 供給を受けるモデルでベース車はパレットである。日産の車内形式はバレー型。2010年8月23日同月20日のパレットの一部改良を受け、使用工場。 CVT の制御変更を行い、燃費を向上し、計6エンジン車で JC08 モードで 20.2kmL となる。このため EG ハイウェイスターの 2WD 車が平成22年度燃費基準プラス25%を達成。またターボ車のハイウェイスターターボの 2WD 車においても平成17年排出ガス基準75%低減レベル。 平成22年度燃費基準プラス15%を同時に達成した。また、エコ、インジゲーターと LED ハイマウントストップランプを新たに標準装備した。2011年6月特別使用車リミテッドシリーズを発売。EO を除くすべてのグレードに設定されており、運転席、助手席、SRS サイドやバッグを非装備にしたことで、 車両本体価格を1500円引き下げた。2012年3月8日、同年2月27日のパレットの一部改良を受け、一部使用工場。E.G. ハイウェイスターの 2WD 車においてエンジン制御を変更したことで、改良前 20.2kmL から JC08 モードにおける燃費を 0.6kmL 向上した。 2012年6月19日前日のパレットの一部改良を受け一部使用工場。新たにアイドリングストップシステムとヒルスタートアシストを標準装備した X アイドリングストップとハイウェイスターアイドリングストップを追加。また、全グレードにおいてチャイルドシート用アンカーと乗降グリップを新たに標準装備し E は内装色の変更を行った。 オーテックジャパン扱いのハイウェイスターアーバンセレクションもベース車同様の改良を受けるとともにハイウェイスターアイドリングストップアーバンセレクションを追加した。なお、今回の一部仕様変更により G が廃止となったため 4WD 車には代替グレードとして X を追加した。またターボ車を除く 2WD 車の全グレードが平成27年度燃費基準を達成している。 なお、X アイドリングストップ、ハイウェイスターアイドリングストップ、ハイウェイスターアーバンセレクションアイドリングストップは、エンジン進化型エコカー、ピュアドライブの車種となっているため、リア右下に、ピュアドライブエンブレムが装着される。2012年6月26日松田にも、フレアワゴンが発売されたことから、6代目アルト及び5代目キャロルト2010年1月に、販売終了した。 ピノ以来の OEM3 姉妹車種になった。2013年3月31日パレットの生産終了により販売終了。後継車種は同年3月25日に NMKV がデイズルークスを開発中であることを発表したため、鈴木からの OEM 供給を行わないことが明らかになった。日産デイズルークスを参照エンジンは2代目デイズに、 採用されている BR06 系をルークス用にセッティングを施した上で乾燥されたほか、SM21 型モーターとリチウムイオンバッテリーを組み込み、減速時の運動エネルギーで発電した電力をリチウムイオンバッテリーに蓄え、蓄えた電力をモーターアシストに用いたり、アイドリングストップなどに再利用することで低燃費に寄与するスマートシンプルハイブリッドが搭載された。 2代目デイズで採用された運転支援技術プロパイロットはミリ波レーダーを追加し、より遠くの先行車の状況を検知して、スムーズな制御を可能にした改良型で採用された。また、デイズルークスで採用された安全機能が拡充され、前方を走行する2代前の車両を検知し、急な減速などにより、自社の回避操作が必要と判断された場合に、警報によって、 ドライバーに注意を促す、インテリジェント FCW、車両侵入禁止、最高速度、一時停止の3つの標識を検知する、標識検知機能、インテリジェント DA、先行者発信お知らせなどが追加され、一部グレードには、ハイビームアシストの進化機能となる、アダプティブ LED、ヘッドライトシステムも搭載、衝突被害軽減ブレーキである、 インテリジェントエマージェンシーブレーキはミリ波レーダーの採用により夜間での性能が向上された。初代ルークスおよびデーズルークス同様、標準仕様とスポーティ仕様のハイウェイスターの二種体制は三代目ルークスでも踏襲されている。なお、X スペースではハイウェイスターに相当する X スペースカスタムが設定されていたが、二代目へのフルモデルチェンジの際に廃止されたため、ハイウェイスターは ルークス特有のモデルとなった。標準仕様はデイズルークスの体型を引き継ぎ S と X の2グレード。ハイウェイスターは、ナシャはデイズルークスからハイウェイスター X を引き継ぎプロパイロット搭載グレードとしてハイウェイスター X プロパイロットエディションを新設定。ターボ車はグレード体型を集約してプロパイロットを搭載したことにより、 ハイウェイスタージーターボプロパイロットエディションとなった。また、デイズ・ルークスに設定されていたオーテックジャパンによるカスタムカー、ライダー、ボレロは3代目ルークスではオーテックに刷新された。オーテックはミニバンのセルナ、コンパクトカーのノート、クロスオーバー SUV のエクストレイル、電気自動車のリーフに次いで5車種目の設定となる。ルークスのオーテックは X がベースとなる。 さらに、デイズルークス同様に、福祉車両のライフケアビークルも設定されており、デイズルークスから継続設定されている、助手席が車両の外側に、電動で回転、昇降する、助手席スライドアップシートと、大型乗降用グリップシートバックグリップ添え立て、防水シート、車椅子、歩行器固定用ゴムネットラゲッジトレイを装備した、日産の軽自動車では、初設定となる、 送迎タイプの2種類が用意される。助手席スライドアップシートは、X、ハイウェイスター X、ハイウェイスター X プロパイロットエディションの3グレードをラインアップし、X は 4WD 車も設定。送迎タイプは、標準仕様の S と X のみで、いずれのグレードにも 2WD、4WD が設定されている。外観は、標準仕様は二代目デイズと共通デザインの、 V モーショングリルへ刷新。ハイウェイスターはデイズルークスで採用された V モーショングリルのデザインが刷新され、標準仕様よりも大きいクロームの V モーションデザインで、グリル内部の下側にはハニカムパターンが施された。オーテックは V モーショングリルが丸みを帯びたドットパターンとなる。2020年2月25日フルモデルチェンジを発表し、社名をルークスに変更。 日産での車内形式は BA1 となる WLTC モード走行による燃料消費率及び排出ガスに対応し NA 社は平成30年基準排出ガス50%低減レベルターボ社は同25%低減レベル認定を取得また S ハイブリッドの搭載によりデイズルークスに比べて JC08 モード走行時における 燃料消費率が向上され、ナニダブリーディ社は2020年度燃費基準プラス10%を達成した。ボディカラーはモノトーンは、デイズルークスからホワイトパール3コートパール、ブラックパール、アッシュブラウンメタリック、スターリングシルバーメタリック、シタニウムグレーメタリックを踏襲し、デイズルークスでは全グレード設定可能だったプレミアムサンシャインオレンジメタリックは S。 X 専用色へ移行。また、スパークリングレッドはメタリック、RMR から、パールメタリック、NBR に、S、X 専用色のブロッサムピンクはメタリック、NMR から、チタンメタリック、NBSS それぞれ変更された。そして、新色として、フローズンバニラパールメタリック、ソーダブルーメタリック、アトランティックブルーパールメタリック、 アメジストパープルパールメタリックの4色が追加された。なお、オーテックでは、スターリングシルバーメタリック、スパークリングレッドパールメタリック、アッシュブラウンメタリック、プレミアムサンシャインオレンジメタリックを除く5色。送迎タイプは、ホワイトパール3コートパール、スパークリングレッドパールメタリック、アッシュブラウンメタリック、プレミアムサンシャインオレンジメタリックが設定されない。 代わりに専用色のホワイトを追加した6色が設定される。2トーンカラーは S、X はバリエーションが刷新されホワイトパール3コートパール、セレニティゴールドパールメタリック2トーンと、フローズンバニラパールメタリック、アッシュブラウンメタリック2トーンの2種に。ハイウェイスターは、スパークリングレッドパールメタリック、ブラックパール2トーンに、新色のアメジストパープルパールメタリック、 フローズンバニラパールメタリックにトーンとホワイトパール3、コートパール、チタニウムグレーメタリックにトーンを追加した3種を、オーテックは、ハイウェイスターにも設定されている、スパークリングレッドパール。2020年10月1日に2代目キックスと共に2020年度、グッドデザイン賞を受賞したことが発表された。2020年12月7日、三菱、エッククロススペース、2代目エッスペースと同時に、 2020から2021日本カーオブザイヤー系カーオブザイヤーを受賞。日産車では2019年に2代目デイズが受賞したスモールモビリティ部門賞を続き、2年連続で軽自動車を対象とした部門賞を受賞した。2020年12月17日特別使用車、アーバンクロムを発表した。ハイウェイスターのすべてのグレードをベースにフロントグリルをダーククロムメッキ、 サイドターンランプ付け電を格納式、リモコンドアミラーをブラックにそれぞれ変更するとともに、シートにはブラックを基調に、フレーザークロスとパートナーの防水コンビシートを採用した。ボディカラーは、ホワイトパール3コートパール、ブラックパール、シタニウムグレーメタリック、スパークリングレッドパールメタリックの4色が設定され、スパークリングレッドパールメタリックには、ブラックパールとの2トーンも設定される。 合わせて、プロパイロット非搭載のターボ車で、セパレートシートなどで構成されたメーカーオプション、快適パック B を設定可能なハイウェイスター G ターボを新設し、2WD 車には寒冷地仕様のメーカーオプション設定が追加された。ありがとうございます。